どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。アニジャです。 TBS トータリーアキュレートバトルシミュレーターの続きをやってまいります。いきます。イントロダクション、まだイントロです。でようやくこの場所まで来たと、うん、前回のちょっと自虐の判定ですけどね。いや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 、もうそうじゃないかなみたいな。あら、完全にスパルタ最強じゃん。もう盾、盾持ってますね。出た、この盾だよね。横から槍出せるようになってんでしょ。いやー、そうだったかな。強そうや。まあなんか丸いのもあるし、こういう形のもね、確かに。ね、手ここでガードしながら槍でつけるっていう。なるほどね。強すぎるんだよな。ちょっと待って、結果だから守りも攻めも強いやつらでしょ。どういう攻撃をしてくるのかわからないからね。やっぱキングでまず様子を見るのかな。しかも後ろに出して、やっぱもう回復をもっと多くすれば多分大丈夫だろうから、またそうやって適当につけて。さあ行くぞ。キング早いんだよな、走りが。さあキング頼むぞ。歩き方、キングの歩き方よ。さあ行けるのか。おら、おお、おー、やべ、横からも増援が。後ろに回られて、結構な蓄積ダメージですよこれ。キング回復が、おら、間に合わないでしょこう回復。うわ、こっちじゃない。いやー、キング、はい、終わり。結構頑張った方だよね、キング。そうだね。逃げて、こいつにほんと何の意味があるのって感じ。あ、そう、あ、そうですか。キングとナイトならいけそうだけどね、逆に今度は。あー、でもナイト置けないな、900だから。ナイト強いんですよ、意外と。タイトを2体置いて。上に置いてるね。あ、上か、上があったのか。ってことはだよ、お、多分ね、ここら辺に回復を置けば多分攻撃されずに済むんじゃないか。距離足りなくて終わるんじゃないのかな。そもそもそっから動かない保証がない。いや、俺は信じてる。で、後ろからナイトとか戦う人たちが回復できる。あー、それか、ここから弓矢を撃てばいいんじゃない。まあまあ、ね、とりあえず設置してごらんよ。ほらあ、もうこれ弓だけで勝てるじゃん、これ。そいつらが下に落っこちてふにゃってなって死ぬっていう。いやいや、そんな馬鹿げた話があるかいな。で、ほら、こいつだけ置いとけば、こいつがもう敵を引き連れてきてくれる。行くぞ。はい、降りてったー。ちょっと、みんな持ち場を離れるな。はい、降りてったー。なぜお前弓を持ってるで前に行くんだ。見えないからだよ、敵が。あーあー、よし、横から。あ、いいぞいいぞ。でもこのまま、意外とリロード早いな。ね、はい、そうなりますよね。もう終わりですですね。だーい、強えなー。こんなはずじゃ。いやいや、予想してて、予想してた通り、ね、ただ前に行くだけの連中だよ。まあでもやっぱなんだかんだ言ってカタパルトが強いんだよな。ちゃんと間に置いてあげないと引っかかって何もできない。先にもう、でもここに置くしかないか。これでいいんだよな。で、ちょっと時間稼ぎのナイトとヒーラーが一人か。もうだったら少しでも、1150。もう一個カタパルト置けんじゃん。これでいけるでしょ。もういけると思うならやればいいんじゃないかな。いけますよ。いってらっしゃーい、ダブルカタパルト。ちょっと早いな、移動が。第2投、はい、いいね。時短装填。絶対手前に打って終わりだね。ファイヤーファイヤーファイヤー。よし、一人、はい、一人ずつファイヤー、はい、あー、その今、よし、はい、一人ずつ。さあ、やばい前でどうにかし、あ、終わった。いけいけ、撃つ時間はある。はい、終わり。うん、スパルタ舐めすぎなんだよ、スパルタ。スパルタ強えな。ちょっと待てって。じゃあもうあとはあれだな。
うん、時間さえ稼げれば大丈夫だよ。行こう。もう見えた、勝利が。勝利見えたわ、これ。ちょっとほら、引かれてるけど。早いね。引かれてるけど。はい。いいね。ああ、吹っ飛んではいるね。行くぞ。どうどう。あ、よい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 よ。意外と粘ってる。第2投。ナイス。あー、いいよー。あー、ナイトさーん。言って。あそこに入れば。おー、ー頼む、1。よし、残念。これはいける、これはいける。壊す前に。これは残念。1。お疲れ様でした。2。はっはっマジか。あるかな、いいと思うんですけどね。そうですか。どうしようかな。いや、よかった。でも、なんか何回か試せばいけそうな感じしますけどね。こっちと、はあ、時間がな、撫でられたらやられちゃうからな。固まってるわけだもんね。こうと、ここら辺からこう、ちょっと伏兵みたいな感じで。は？後ろからこう切りつけるぐらいの、ちょっと時間差で来てもらえば。3体でいいな。で、こっちにもう少し。いやー、いいと思いますよ、これは。ん？うん。行きましょう。敵が分散しちゃったらカタパルトの意味ないと思うけどな。分散してない、分散してない、ほら。量が多いから、こっちの方が。行け！いいね。ああ、結構減ったね。結構減ったね。切りかかれ！いや、しいぞ。一気に半分になっちゃった。あれ、分散してるね、ちょっと。分散してるよね、やっぱり。うん、で、そっち狙ってるよね。ああ、よくないね、これ。ああ、ダメだ。またね。ええ。そうか。分散しました。分散するか。なんだと？時間を稼ぐって意味ではバードの方がいいのかもしれないな。あー、バードが多分引き連れていくわけだもんね。わかんない。本当にそうなのかわかんないからさ。いっぱいバード置けば。バードは何するか一回見ようかな。なんだこれって感じだけど。何これ。怖いでしょ、あんななんかふにゃふにゃしてるの。もはや武器じゃねえし、持ってるもん。イエス。おお、これでかいよ。結構減ったよ。そう、ほら、バードの集団がみんな逃げていく。私は戦えないから逃げていく。それを一生懸命倒すのに時間がかかる。そこに投石。おお、なるほどね。どうですか。時間を稼ぐのはバードなんだね。だね。逃げてくんだね。で、それを追ってうろうろする敵を、まあ、カタパルトで一掃する。弓矢とか、そういうのでチクチクやればいいんだ。うん。やーっと勝てたわ。なんだ？お、すごいすごいすごい。バリスタだ。バリスタかぁ。めっちゃピクピクしてるけど。ねぇ。で、防御の陣営？ちょっと、でもこっちやっぱカタパルトであれ倒さなきゃいけないね。で、せっかくねえ、綺麗に分かれてくれちゃってくれてるから、上の方でまとめで、またこうバード戦法で引き寄せつつ、キングを回復させながら戦おうかな。一人バードいらないね。はい、これでいいんじゃない。いきまーす。本当にバードをどれぐらいバリスタがいいね。バリスタをやらないと。うわうわ、でもバードが吹っ飛んだだけだから、もはやバード役に立ってないけど。まあまあ、キングキングが一瞬、あ、ちょ、危ない。キングキングちょっと、よし、バード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 ね、バードがね、バードね。あ、いや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 、これ頑張って、キング。大丈夫、キングなんか歩き方がおかしいけど。またほら、あの、またに。あ、でも、あー、カタパルト対バリスタの戦いが始まる。うん、回復させてるから余裕でしょ。はい、おー、よしよし。バードが頑張ったんですよ。バード頑張ったね。やっぱ狙われやすいのかな。バードの方がやっぱヘイトを稼ぐんでしょうね。ね、
何ですか、じゃああれは教えてください。ミノタウロスがいますよ。何これ、神話の敵出てきたんですけど。マジ人じゃないよもう。あーミノタウロスだ。で待って、ゼウスってのがある。ゼウスもいるらしいね。やばいなこれ。ミノタウロスか。ミノタウロス、え倒せっかな。どうなんだろうねこれ。ミノタウロスの戦闘力、ミノタウロスの分かんない未知数だよね。でも今回さ、防御する人たちがいねえから、またバードで時間を稼いでもらって、こんな感じで、あ後ろからもうアーチャーで、あもう余裕じゃんこれ。いきますよ。本当にこれがいけるんだったらな。はい、さあ始まりました。ミノタウロスすげえ距離突っ込んできたよ。あやばい、あでも確かにバード頑張ってる。バードバードバード、いやこの勢いでバードやられちゃうと。あーでも減ってる。いい感じだよ。いい感じ。いい感じだね。バードに向かって引きずり回してる。あーミノタウロスを弓矢で。うわうわ、まあ、刺さっちゃいるけど。あ、いいね。一頭を倒した。ちょっと、あ、これやばいっす。やばいね。みたいな動きになってるね、みんな。やばいやばいやばい。近い近い近い。うっとし。おー、倒した。突っ込んでくんだね。すんごいスピードで突っ込んできたね。危ねえわな。なんだ？お、いきなりアイスエイジ。ああバイキングだ、バイキングですね。バイキングは相手になった。その代わり私がゼウス使っちゃおうかな。ゼウス寒そう。ゼウス、あ強いんだろうけどさ。ゼウス強いだろうけどな。ゼウスとバリスタとスネークアーチャー。何それ、スネークアーチャー。え、どうなんだろうね。ヘビー、あんヘビー撃つのかな。でやっぱり、あ、これでいいんじゃない？これで勝ちでしょ。ほう？いや、でも寒いだろうな、この格好な。スパルタの男たちですか。うん。行くぞ！ゼウスが一体どんな攻撃するのか全くわからない。あ、凍ってる！凍ってる！あ、雷だね。おー、やっぱ、さすがゼウス。うわ、強い！凍った味方の後ろからゼウスひたすら雷打ってる。汚ねえな。痛い痛い痛い、ゼウス！あ、相手もアーチャーなのか。ゼウス、ゼウス、神に矢を打つとは。神、神に矢が刺さりまくってるけど。ヘビーの矢なんだ。ヘビーが、なんかどっかのゲームで見たらこんな動きのヘビー。見たことあるね、これね。全然攻撃になってねえけど。ゼウス、ゼウス凍っちゃったよ。ゼウス凍っちゃってる。むしろ前のスパルトの編集の方が頑張ってるよ。本当だ、縦でガードしてる。どんだけ縦で矢を打ててんだよ。いいよ、ヘビーが少しずつ倒してくれてるから。うにょうにょしてる、うにょうにょしてる。ゼウス、ゼウス、あー死んだ。え？あい、ヘビが頑張ってる。ヘビが行って。ゼウス。ゼウス。あ、ヘビが頑張ってる。ヘビ頑張ってる。神の国に帰ってったな。イエス。ヘビ。ヘビ頭噛んでる。あっぶね。いた？いる？今のゼウス。まあなんかあの前のね盾バイキングたちは倒してくれてたから。悪くはない。え、なんだ？なんかクマみたいのいる。うわぁ強そうじゃあれー、バーサーカーってやつでしょ。何もちょっと嫌なのがさ、この最後の方にロングシップっつってもはや船が出てくるみたいな感じになってる。だってバイキングだものね。まあ戦力あれだね、正体が3つあるみたいな感じだねこれね。すごい強そう。強そうだな。でも今回しかもほら弓矢相手いないから、スネークアーチャーとかもはや意味がないね多分。そうだね、スネークアーチャーってなんかまあ対アーチャー用兵器だからな、あれな。シールドを多分な、同じような感じで作ればシールドベアラー。なんかこいつだけすげえでかく感じるんだけど、なんでだ。でかくね、なんか上にいるだけか。上乗ってるかじゃん。と4400もあるのか。あいつがどれぐらいの強さだよな。いや絶対こいつと釣り合ってない気がするんだよな。やっぱミノタウロス入れないと。ミノタウロス入れる。ミノタウロス、ミノタウロス勝手に突っ込むもんな。ミノタウロスで崩して、まずは、あは終わりなんだけどこれで。ポイント的に一回これでいってみるか。もう勝てるだろこれ。勝てるだろ、行くぞ。ミノタウロスをなめんなよ。ミノタウロス、おりゃー、すごいすごい、大混乱、すごい。これが候補の戦力が強いという時、勝ってる、勝つぞアンジャ本当に。いや一人ダウンしてるな。もうおかしいな。あ、向こうもダウンしたよアンジャ。こいつだけだ。ミノタウロスはね倒すんじゃなくて
どちらかというと崩すだけ耐久力ある方だよ。ダメか。そうだな、どうなん、意外とあると思うんだけどな。は、いや、一気にねえヘビーショットでこう、もうあとは一人ぐらい残ってれば、ほら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 、あーすごいことになってる。結果はよ、結果はもう、あーじ、うーん、このね、だからこれをバードでどうにかすれば、あーバードね、バードいたっけ、バード、バードいねえわ前の時代だったバードいたの。ヘビーね、時短装填が相当長いのよこれ。あー結果倒せてんのこれだけだからね。パッてはいるけどヘビ、違ったね。バリスタ、やっぱここに来て引き連れてバリスタじゃない。バリスタって場所移動しなかったよね、確かに。しない、だからこことかに置いて前で時間が稼げればいいってことでしょ。まあそうですね。ね、はい、いやもう最強だと思います。これすごいシールドベアラーの数。ただちょっとこれバリスタ遠いんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろうね。いけんじゃない。いけまーす。さあいいね、なんかそれっぽくなってきましたね。すげえ、大群だ大群。あ、いいぞ。おーおーおお、2人ぐらい消えてった、飛んでった。シールドベアラー弱っ。弱いなーお前ら、シールドー。あ、いいぞいいぞ、1人だけ逃げなさい。もういいよ、消えてったね1人。もうちょっとでかいやつ3人生き残っちゃってるからな。ねえ、時短送電ファイヤー。ちょっと待って、外れた今。外れた。あーもう少しゆっくり来てくれませんか。もう少しもう少しゆっくり来ていただけると。横に投げんじゃない、いいぞ。まあ当たれば倒せる。もうちょっとバラバラに置いてあげた方が良かったかもね。頼む、一発ぐらい撃たし、おっ、あ、最後に撃った。頼む頼む頼む、それ引っかかって、そう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 、ずる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 、撃てー、ずる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 、ファイヤー。きたー、ずるー、なんだこれ。いやー、また作戦通りですねこれは。引っかかってる間にね、すべては物理演算バトルシミュレーターですかね、アジアさんね、これね。ここら辺がアキュレートなんだよ。すんげー取ってってんじゃん。そりゃそうよって感じ。もうすごいもんこれ。すげー格好になってるもん。いやーいいですわ。え、なんだこれは。なんかすごい陣形が変わった。後ろに弓矢がいるね。強いだろうなバイキングの弓矢。だって基本船の上から撃ってくるやつでしょこれ。まあまあそうだね。だから命中率高いもんな。まあでもここで一回あれかもね、ミノタウロスでまずは陣形を崩して、そこにゼウスはいらないか、もうもうもう数で。スパルタ兵意外と強いからいけんじゃん、でも数で押せば。そんな気がする俺も。だってだって弓刺さんないんだもん。いくぞ、いけ、ドカーン、もうそうだ、後ろよ後ろで、そう戦力が分散すれば。あ、数で、いいね、数の暴力、いいよ、で、ほらほらほら、こっちはわちゃわちゃしてくれてるから。あー、いいね、わちゃわちゃしてるね。死んだね。あー、ミノタウロス。もうあとはこれで。いや、強えな。あー、ちょっと、いいよ。あー、もうこれ、いけたんじゃない？凍ってる、凍ってる、凍ってる。いいぞ。はいはいはい、もう、行きましたね。This is Sparta。弓なんか効きませんから、スパルタ兵に。刺してく。よし。確かに答えはハンドレッド感あるわ。うん、出た出た船。もはや人が持ってる、人が持ってるよこれ船。いやあるんすよ。いやまあさすがに2人では持たないと思うけど、うん、その船を丸ごと抱えて移動するとかあるからね、確かバイキング。あー、それはそういう戦略、そうじゃなくてそうやって運ぶっていうだけ。そうやって運びます。あ、そういうことだね、戦略じゃないよねこれね。まあこれ戦うときにこれさすがにどうかと思う。どうかと思うよね。だって下の人たちどうなのって。あ、そう。でもこれじゃあ下の人たち崩せば俺だから、多分ね、ミノタウロスをこうやればあれがボーンって崩れて、またもう本当に、あ、そんなに置けねえな、ミノタウロスのあれが高すぎて。こんぐらいかな。ねえ、前にバイキングがいるな。ああ、いいかもしれないな。
うん、はい。行くぞ。見せたれ。え、おお、何、どういうこと。え、なんだ、な、投げちゃったよ。なんだったんだ。あれか、いや、あれで押しつぶすんだ。はあ、本来ならね。ああ、なるほどね。それが多分一気にミノタウルス来て、あの味方が押しつぶされちゃったと思います。逆に作戦勝ちですよ、アンジャさん。うわ、すごい長槍が活躍してたな。うん、ミノタウルスで相手の船を落とすというか、リーチの差がすごい。お、Thank you。 ありがとうございます。チュートリアルクリアでございます。というわけでね、ここまでご視聴していただいて終わらせようとするな、終わらせようとここで今こう最後の決戦ここにあるんだから。キャンペーンまだあるんでしょ、だって、アドベンチャートリー、トリートバ、トライブなんでしょう。あー、何してんのかな、火の部族火の部族です。火の部族とか、お前おかしいだろ。火の部族をどう倒すかを考えなきゃいけない。わあ、ほんとだ、木の上のどの勢力、ほら下使ってもいいやね。あ、ほんとだ、全然使ったことないのがいる。ダイナスティ、これ日本じゃん、サムライとか書いてあるから。そう、せっかくだから、じゃあサムライ。え、でも上に乗ってる連中どうすんだ。なにこれ、これすごい矢飛び出すやつだね、一気にバーッつって。フワチャって書いてあるね。モンキーキング来ちゃったよ、悟空が。モンキーキング。ほん、誰、悟空だよ、悟空だ。モンキーキングとドラゴンでいけるんじゃない、ドラゴン。やべえじゃん、これ。いや、お前ちげえだろうが、これわからない、あ、もうこれでいけるよ。何が強いのか全くわからない。レッツゴー。ててて、あ、降りてきた、ほら、もう木の部族みんな降りてくるから。木の部族もやっぱ降りてしまうんだよ。ててててて、あー来るね、モンキーキング。いける、あ、いたいた、おー、おい、おー、すごいすごいすごい、フレームシャット、すごい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 、あ、モンキーキング、分身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 の筒、あー燃やしてる燃やしてる燃やしてる、すごい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 、モンキー当てて当てて、あれ、あ、やばい、ドラゴン、ドラゴンもやられてる、ドラゴンやばいね、消えた、え、ドラゴンの人たち殴りかかってる、あー、ドラゴン強かったじゃん。ドラゴン、ドラゴンが襲われちゃうともはや何もできない。だよね。忍者でやっぱり忍者スライヤーで後ろからドラゴンすれば多分勝てる。忍者、どんぐらいの忍者、手裏剣持ってるな。遠距離型かな。手裏剣めっちゃでかいな。そちらこっちからの戦闘になっちゃうよね。さあ始まりました。そんなに堂々といく忍者、あいた、忍者、忍者一撃でやられたよ、忍者。あ、忍者、忍者。ああ、上でも奥でも忍者してるけどね。いいよいいよ、そう、狙うはドラゴンの頭だから。下はやめて、下は。ああ忍者、雑魚じゃん。忍者ちょっとあれだった。あ、でもこっちの忍者頑張ってるよ、ほら。何あれ、そっちの忍者には何が起きたの。もうほら、相手ビビってるもん。ああ、すごい、手裏剣を投げるね。手裏剣で、あ、これ勝てんじゃない。そっそっそっ、いけ、忍者、お前ならやれる。早くあの人助けてあげて。やべ、あーあむごい。ドラゴンが、あ、投げられる前に投げる。嘘、嘘、誰が来るのこれっていう。忍者、忍者、ワンマン忍者、おお、よし、忍者、謎のポテンシャルを持ってる時あるな。ま、中距離型だね。移動も速くて手裏剣を連続で投げるっていう意味では。よかった、上に忍者。なんだ、出た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 、絶対いるって。兄者いねえかな、わかんないね。もう絶対潜んでんじゃん、ピッチフォーク部隊が。まあそんなに強いイメージねえけどな。バイキング使いますか。バイキング、もうこの船でやっぱりもう一気に倒してまえばいいんですよね。バルキリーとかいるし、やーべえ、いいじゃん、もう勝ちだよ。バルキリー飛んでる。バルキリーですからね。レッツゴー。すごいな。あ、お、お店かかった。はい、ドーン、すごい減った。さあ行くぞー。さあ数で不利です。ちょっと待って、ちょっと待って、バルキリー死んだよね、もう。あれに押しつぶされたんじゃないかな。バルキリーは別船に乗ってるやつら弱いだろこれ。あ、いや、頑張ってる頑張ってる。2、3だね今、ほら。頭、あ、1、1、よし、めっちゃ頭叩いてる。強いですね、勝ちました。毎回ちょっとこうギリギリの戦いしてるような気がするけどね。バルキリーとは、なんだ、上にすごいいる。もはや同化している。Nothing to see here って書いてあるから。
でけえかかし、こいつ動かねえよな。選択できねえから多分動かねえと思うんだけど。ここには何もないよっていう。どれで行こうかな。結構マンモスは気に入ってんだけどね。マンモス、全然いけんじゃない。マンモスがあれば。マンモスの体力はちょっと尋常じゃないもん。うん、マンモス置いてさ。で、何違うの置けんのじゃない。だったらさ、もう回復後ろからマンモスにしてあげてりゃいいってことでしょ。はいはいはい。その発想はなかった。で、150あたりの子いたっけな。サムライ一人ぐらい。まあサムライ、あ、いいじゃない、かっこいいね。サムライ、レッツゴー。すーごい、死なないマンモスが誕生した。ぬるー、おー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 、まあ、どうしようもできないですよね。サムライがさりげなく切りかかる。サムライ、あー、巻き込まれる。うわ強い。いや、完全にサムライもやられたでしょこれ。マンモスすごいね。やっぱマンモスなんだ。見てよこのパワーのね。マンモスを叩いようみたいになってる。うん、マンモスだな。余裕ですわ、アンジャさん。マンモスいれば何でもできる。え、な、これ、ん？なんか上にいるね。Finally Destination Half Ring って書いてあるから。上から飛びかかってくるのかな。で、これ二人で見えるじゃん。絶対ね、絶対にどっかこの見えないあたりにね、たくさんいるだろう。あれでも見当たんないね、ほんとにこいつらしか。じゃあ文句…え、待って、120しかねえな。あー、2人しかいない。そういうこと。何で戦うかだな。いけー。あー、いや、接近戦に弱そうだよね。120か。ヘッドブッチ…バッター。あ、頭突きする人、この人。頭突き専門ですね。侍読めないしな。頭突きで倒せるんじゃない？接近戦でしょ。もうお互いにもうここで戦うってことでしょ。そういうことか。レッツスタート。お、まず一体倒してるんじゃない。 お願いします。バイキングの戦い方を教えてやってください。え、逃げたぞあいつ。お互いに。うわあ、あ、なに、あ、やばいやばいやばい。K1 みたいになってる。おお。え、負けたー。腹に食らってる。カウンターだ、カウンター。ローディブロー入った。カウンター食らってるぞこれ。ああ。この体勢からの拳。そうね。やっぱり体格差あるけど戦い方次第ではっていう話なんだねこれね。やべえな。マジかよ。とじゃ雑魚じゃん。負けたらこれに言われるっていう。120かって考えると、まああれなんだと思いますけどね。これで勝てる気がするんだけどね。ほんとにコンボはやっぱね強いっすよ。降りておいで。ど、ああ、階段登るっていう話ね。すごい、階段登る知能はあるんだ。いやいや、あ、降りてきて、あ、いっていて、ほら。当たってね。あ、やばい。あー、一体やられた。嘘、強すぎないこの子たち。あ、はぁ、ダメじゃねえか。あ、無理だろ、多分ね、お前スピアースローはなんだよ、多分そういうことだよ。近づく前に当てちまえば勝ち。おら、嘘、早く散らそうで。いや、来るぞ。もうなんかゾンビ来てる感じだもんこれ。狙いを定めろ。あ、飛んでくるよ。終わりです。よし、おいやー、あー、でもちょっと、よし、よし、よし、撃て、撃て、おお、すげえ、ノーモーションからのポン。ノーモーションからのポン。かっこよすぎるよね。死ねよ。しかもさ、右じゃなくて左ってところが、やべえなー。もうちょっと離れればいけるんじゃない？はぁ？全然その、もうちょっと離れればいけるっていう根拠がわからない。なわけねえじゃん、あんな距離で。近づくなって。いいぞ、これいける。で、次来るのが遅い。ダメだ。よし、まず一人ダメだ、最初が当たんね。よし、時間稼ぎ。ちょっとこれでもう HP50 ぐらいだから。はい、もう終わり。距離の問題じゃないっすか。距離の問題じゃねえかな。ちょっとあると思うんだけどな。まず一人初弾発すと。はいはい。もうダメじゃん。
なんだろうな、普通にじゃあもう剣で戦った方が早そうかな。おっと、まさかの剣で。ちょっと、よくないです。やばい。もう戦うことを諦めたじゃん。蹴られてんじゃん、これ。立たないよ。もう立つことを諦めた。仕事行きたくないみたいな。ほんとだよ、戦いたくないみたいになってるけど。頼む頼む。こいつ。おい、やばい。やばい、その。ワン、ツー、スリーみたいな。せめて立とう。すごいすごいすごい。ここからだよ、ここから。はい、終わり。まあまあまあ、普通に下で戦った方がいいね。バランス悪いし。剣士の弱さすごいな、こういう時の。剣士な、なんかおかしいな。で、上行ってもしょうがない、降りたでしょ。で、戻ってくるから。いってらっしゃい。おい、来た。さあ、まとわりつかれてる。のら。おい、蹴ってる蹴ってる蹴ってる蹴る。いや、遅い。ああ、強いな。カミングスーンだって。まだ出てない。まあ、一応早期アクセス版なんでね。なんだろうな。いやもう、こっちもハーフリングなんじゃないの結局。はい、それもう一番こう無謀なやつにしちゃう。いいよ、ほらほら、まずは2人で1人をね。ほらほら、つって。そうだね。いいぞ。戦いにはなってるね。ほら、つって。いいね、いいね。22のプロレスバトルになっちゃった。ほんとだね、22のプロレスバトルだね。すごいよ、ゲージマッチみたいな。こうすごい、どっちが先にダウンするかだけど。すごい、おらっつって。おー、やばい。あー、すごい。あー、あ、一体倒したね。ビクビクしてる、ビクビクしてるよ。一体倒したね、ほら動かなくなってる。ほんとだ。で、これ2-1で負けないでしょ。いやー、もう完全にこれあれだよ、ギャングビーストだよ、ここ。そうだね、ここギャングビーストだね。ここだけやっちゃう、すごいギャングビーストだよ。一生懸命パンチ入れようとして。あ、やばい、1体やられたな。やられたの。よし、おー、勝った。うん、この子ほら目がビーってなっちゃってるから、うん、なんだろう、このつまんない戦い。まあ別にね、2対2を見たいわけじゃないから。どちらかというとね、我々もうなんかすっごい数がこうもみくちゃになって戦うっていうのはなんかロマンあるから。まあそうね。めっちゃさっきのやつがいいんじゃん。ハーフリングたくさんいるね。どうしよっかな。いや、俺なんかそんな剣士弱いはずがないからやってほしいんすよね。いいんじゃないですか。これで負けたら結構なショッキングなあれだしてるね。いくぞ、かかれー。うわ、怖えわ。逆にすごいことになってる。あー、大変なことになってる。すごい、ハーフリングの意地。あ、押し出される。すげえ、すげえ強え。どっちが勝ってるか全然わからない。ああ、すごい川に流されてる。ああ、やばい、逃げて。俺、やめろ、離せ、離せ。吸い込まれてってるわ。あ、風邪なのかかな。うん、ちっちゃいからよくわかんねえな。たくさんいるようにも見えるが、ね、ああ、まあ勝ちますね、これ多分。勝ちますね、これね、この戦況。こっからあー、こっち強い、こっち強い。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、アニジャ。あれアニジャ、あれ普通に負けそうだよ、アニジャ。おかしいな。やべ、腹に食らってる、腹に。やべ、腹強いんだよ、腹に。腹が痛い痛い痛い。腹にパンチ食らってる。あー、剣が当たってねえ。よし、まだわかんねえな。ヘッドバット。ディフェイト。なに、マジかよ。なんて力だ。相性が。早くマンモス出せ。何もマンモスみたいな。マンモス決まってんだろ、こんなの。まだ燃やしちまえばじゃないの。マンモスだよ。マンモスなの。体当たりといえばマンモスなんだよ。しょうがねえな。もうみんなすぐマンモスだからな。負けるのは1回までね。なんだそれ。770あたりでいいのは。マンモスを全てを救う。まあ、しょうがねえな。結局これ。ブーッ。おお、すごい。
おーすごい、あーもう関係ねえみたいな感じでやばいやばい、もう蹴散らせー、あー行くぞ、あーもう勝っちゃおうよ、悩み無料だよこれ、俺こそやるのやろ素晴らしいね、マンモスだな、なんだ、おーダメだなこれ、あれあバードが誘い込まれるやつだなこれ、誘い込まれるねこれ、まあ弓でいいんじゃない、あーでも300しかいけない、こっちもバード出すってのが多分一番いいんだろうけど、だって行かねえからで勝手に逃げんでしょ、どう、多分これが答えだと思う、なるほど、お互い逃げ始めるから近づいて逃げ始めたら向こうは落っこちるとかそういう戦法がね、そういう、そうです、その通りでございます、さあ世紀のバード対決、あれどこまで行くそれ、どこまで、おおおおおおお、でも相手も、相手もスタートした、相手もスタートしました、しかし、あー落ちるスピードに、あ、いいね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 、しかし、おお、おめでとうございます、ありがとうございます、バード対決勝ちです、バード対決勝ちです、なにこれ、燃えてる、なんかなんか燃えてるやつの上に乗ってるね、ボーン集団、しかもこれ全員魔法使いだな、後ろすげえ、まあ俺の予想はですよ、はあ、カタパルトなりでこうサクッと倒せちゃいますねこれね、ほーちょっと使ってみたいのはこれですかな、ほわちゃん、あとどうしよう、忍者でも置いとけばここら辺忍者だな、忍者、忍者はこれやっぱりそっそりしたとこに置いてった、いくぞー、すごい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 、どうなってんのどうなってんの、ファイヤーザザザザザザ、すごい結構残ってる、やべえなこれ、忍者が結構残ってるけどね、忍者大丈夫なのこれ、死んだね、忍者やられたね、まあそうなっちゃったね、ファイヤー立て、盾の強さすごい、あーあーやめてください、あーあー内馬っていう感じですかね、爽快ではありましたけど、まあなんもでもこの置き方次第な感じしますね、ありっちゃありだと思うから、こうしてあとは前衛になんだろうな、盾で強いやつのあんまりイメージがなくてさ、まあ、せっかくだからやっぱ侍あたりを置いて時間さえ稼げれば、うん、すごい悲しいな早いんだな、おばちゃん、おばちゃん早いよ、たやつファイヤー、あ、いいよ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 、ほぼほぼほぼ、おあ、はいはいはい、あ、侍耐えてる、あ、あ、侍全然耐えてないじゃん、ファイヤー、あーあーこれいったな、これはでもやばい、一瞬やばい、あーやばい、 あこれダメかも、まあ無理ですね、ファイヤー終わりマジか、まあ、ホワイトさって出たこれで勝ちこれに、まあ、これにこうすれば勝ちいけ！マンモスを信じろ。ビリーブマンモス。聞くかよー！マンモスぜ！聞くかよー！マンモスを回復させろー！回復だ、回復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 。大丈夫か、マンモス。起きて起きて。なんか横やばい！回復全滅した。回復ゲッ。あ、でもでも、マンモスはまだ力を持っこしている。あんまり食らうと。いいぞ。ああ、もうもうもうこれは勝ちましたわ。マンモスだわ。やはりマンモス。とりあえずマンモスしてればいいわ。やめろって。地球最大の生物ですよ。これはもうやはり。そうね。マンモスに勝てる人類はいないのかもしれんな。地球最大ではないけど、まあ数日でもね。ああ、ファイナルディスティネーションクラブ。またそうやって。ちょくちょくはさんでくんねこれ。もう決めてやってくれよ。落ちた時のダメージがね、いいぞ、剣の方が強いってこと教えてやれよいいぞ、いや、いいダメージ入った瞬間、おら、あー、腰、しー、何をさせたいんだ、このゲームね、ということで、まあ今回ここまでかななんだ、また、でも絶対、おい、下の方いるだろ、絶対、これまだ、それはそれ次回お楽しみということで今回はここまででございます、次回もお楽しみに、ほんじゃ、またの、またの